こんにちは、シュです。今回は転生昨夜使ってチャレンジダンジョン10行きたいなと思います。じゃあやってみましょう。結構ね、転生昨夜今回いいんだよね。めちゃめちゃ相性がいい。で、ここは普通に盤面最大近く組んでいけば問題はなかろう。なかろうだけど、ちょっと待ってね、だいぶミスってる。やべ、やっちまった、やっちまった一コンボ損失。これ抜けないやつだな。まあ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 、こっからよ。こっからしっかり組んでいきましょう。やっちまったな、完全に今のは。はいよ。で、次が、ミオンかな。ミオンがね、結構、一旦目余裕あるんで、そこで盤面調整すれば全然 OK。火と木消すか。水は消さないで。あー、光が効かないか。これ多分倒せないんじゃないかな、2ウェイないから。まあ一応全力でやるけど。で、ここね、転生ラーがめちゃめちゃいい働きしてくれるよね。どうでしょう。多分無理だと思う。惜しい。ただね、ここバインド来てね、結構まだ一旦余裕あるんだよね。 50% 軽減されるけど、まあ、なんでここで倒せばいいから。本当にね、昨夜今回いいよね。このバインドが多分悪魔バインドなんじゃないかな。さっきもやったんだけど、転生ラーに来た。で、この中で悪魔は、あ、違うな、体力バインドかな。偶然転生ラーに来てんのかな。で、ここは普通にワンパンします。で、これ光分けた方がいい気がすんな。光4つ消しにしないで分けてコンボ数稼いだ方がいいんじゃない。はい、 OKOKOK。 いやー、でもやっぱ毒がすごいね本当にこの子ので、ここはコルスに継承してるカーリー使ってワンパンします。で、ワンパンするとね、あれが来ちゃうんだよね。なんだっけ、名前が出てこない。覚醒無効、まあ、そのためにオデドラ入れてる。いや、本当にすごいな、毒。で、ここでオデドラ打って、で、次、なんだっけ、これ、予期費使うから、まあ、盤面調整とかはいらないかな。OK。いや、ほんと今回、昨夜安定なんじゃない？で、ここでね、昨夜2発も使えるし、まあ、7コンボできるかっていうのはあるけど、まあ、そこはどのパーティーでも一緒だもんね。で、指も延長してもらってるから、ここ、平積みで安定的に行きましょう。すごいずれちゃうな。どう？結構これ精一杯だね。できたら光強めにしたかったけど、まあいけるんじゃないかな。最大倍率は出てないけど、いや、いいね本当に。この動画の前に転生博で動画撮ったんだけど、転生博よりははるかに使いやすいというか楽勝で勝てた。はい、ということで、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。